てんちゃんはですね、文武両道っていいの？文武両道、とても成績もよくスポーツもできる、大変いい子なんですが、でも子供のやんちゃさとかその辺を失わずにいる感じで、やっててとても、ストレスが発散できる役です。どうも、樋口小太郎役の沢城みゆきです。割に口数の少ない、子です。巻き込まれキャラです。以上ミシャ役の田村ゆかりです。ミシャは天使です。で、最近気づいたことっていうか、さっき気づいたんですけど、よく小太郎くんにギュって抱きついてるんですけど、それは天使だから重たくないのかなって。でもうわーって思ってた、うん、嘘でした、ごめんなさい。また嘘つきだ。どうぞ。はい、シア役のゆかなです。シアは悪魔なんですけど、とっても悪魔の落ちこぼれで、悪いことができない人です。しょうがないね頑張っていきますのでよろしくお願いします。シアでしたはい、御手洗浩司役の熊井元子です。ひっかき回し役です。すごく口数の多い役です。多いどころか他の人の尺まで漏れるそれは君が悪い。あ、そっか多い役です。すごく名門っていうか、このカオルちゃんと一緒に御手洗家という由緒正しきお家の嫡男ということで上品に演じております。よろしくお願いします。ちょっと今の面白かったね。ありがとうございます。はい、御手洗薫役の野川さくらです。ですね、薫ちゃんは、ひろしです。ひろし、お兄ちゃん、覚えてよ。ごめんなさい、大ちゃんって、大ちゃんって呼ばれてるんで今ちょっと自信なかったですけど、はい、ひろしお兄ちゃんすごく大好きな、カオルちゃんはてんちゃんと出会って綾野浩二さんも命になってしまってですね、結構、はい、思いをね一生懸命お芝居しています。はい、初めてのお嬢様キャラなので高笑いとか難しいですけど頑張ってます。大ちゃんは楽しそうだと思います。楽しそう。それだけかよ。なんで楽しそうなの、ね、この兄弟すごいよね。すごい。暑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 い。いい意味でおっしゃったんですよね。ほら。暑い。暑いキャラだ。はい。息継ぎ忘れちゃいそうな。ていうか息ができないよね。今日酸欠になってたから。はい。よく。今日もうおーって言いながらフラって一瞬。そう。今ね、なんか、あ、今なったかもって、初めて立ちくらみを経験しました。初めて。なったことないんですよ、貧血とか血の毛が多いから。せんちゃんもね、今日大変だったね。ね、お父さんだった。みんなにね、とても大変手間をかけてしまったわけですよ、もうね。申し訳ないですね、本当に。いやいや、本当にございません。本当にいいの、初めてですよね。そう、そう、てんちゃんのメインでもあり、恋バナでもあり。そう、恋バナ。月9月9だったね。そうだね、わかる、わかる。月9月曜の9時のドラマですね。のことを月9って言うんですか。さっきゼックとか言ってた。ちょっと違うし、知らないかも。そあ、人間界にね。最近人間界に来たから分かんないんだよ。どっから来たの。どっか、なんとか星雲とかあの辺から。そっか、そうなんだ。おかしいわよね。すごい、なんかそんな、なんか何でも言いなりにならなくて。いいんだよ。こっちの水は甘いよ。おいでおいで。来ない？大丈夫だよ。
丈夫よね。ほらオッケー。小太郎くんってなんであんなに無口なんですか。うん、小学生っていうとなんか、うん、ヤッホーっていうね元気な子が多い中で、うんうん、困ってるよ。困らせないであんまり。でもあのなんだろう、多分こう思ってることはいっぱいあるんですけど、お口に出さないだけで。なんか多分こうテンション的にはこう私の気持ちの中でこぼしちゃんとか、うん、てんちゃんと同じところにいるつもりなんで、うん、口数点少ないだけで、うん、そうね、テンション的に周りがね、うん、ギャーギャーこぼしちゃんとかワイワイやってるからね。そう、多分こう幼馴染らしいんでここら辺は、うん、多分もう小さい頃からそうやってね、分かってるね、役割がなんとなくねできてるのすごいなと思って、やっぱ大ちゃんのあの喋り出したら3ページぐらい喋ってる、あの気持ち、台本めくるとダイ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 って、なんかなんか、ね、私も11話だけど、うん、今まで喋ったセリフ全部合わせても1話分に足りない多分同じね、足りないよ、うん、もうね、びっくりって感じ。大抵それでワッハッハって笑うから、次のカットの方はみんな別撮りになっちゃうんですよ。はい、ダイちゃん喋ってるんでここ別です。ねえ、こぼれてます大抵ね。本人はこぼしてるつもりないんだけどこぼれちゃってね。すごい、もう確信犯かと思うからこぼれてる。次のページまで行ってたよね。声ひっくり返してくださいとか、うん、壊れてくださいってよくリクエストを監督さんからいただくんで。それは私がひっくり返して壊しちゃったから。あ、いやでも兄に続いてくれみたいな、お兄さんみたいに、うん、この兄弟愛ということで頑張ってます、はい、そのせいでね、すごくね、こぼしちゃんの邪悪なとこが出なくて寂しい。あ、邪悪こぼし大好きなのに。ブラックこぼしかわいいね。国笑いとかね、こぼしちゃんは本当はこうピュアピュアなの。もう無理です。もうギャグ顔とかも今後ありえないから。それからまだある。ミシャさんラブラブなね、ヒロシ君としては。ここがね、うん、そうだよ、ここが、うん、でもミシャシャって言ってるの。ミシャミシャさんっていうのがなかなか言えない。ミシャシャミシャシャ、はい、やったー、すごい可愛かったね。なんか今日てんちゃんと話してる時とかちょっとお姉ちゃんっぽくて、うん、あ、そうだね、そう、いい人なんだ本当は。あれ、どういうこと言ったの。悪いのか。本当はやっぱね、ブラックこぼしがなんか乗り移ってない。今日いつもこう小太郎ちゃんとの愛を邪魔するみたいな。離れなさいよ。あとこぼしからしたらね、うんうん、そうなんです。そうだよね。ミシャさんはすごいなんかプニプニしてそうな感じがするのね。いつもパヤヨンパヤヨンパヤヨンって弾かれたりしてるし、すごい弾力性がありそう。痛くないよ、じゃあやっぱし。じゃあやっぱりうわっって言うんじゃなくてポヨン。なんか大ハテナの方ですかね。じゃあ自分のテヒヒが好き。笑い方がすごいやっぱり特徴あるし、あとスーがあるからね、なんとかスー、うん、なんでなんとかすって普通他の人が言ったら結構体育会系的な響きがしてるのに、それよく言うよね、言ってるよね。いやそんなことはございませんよね。と思うんだけど、私もよくその辺でなんとかすなんとかすよねって普通に使うのに、それはそんな可愛いとかじゃないのに、やっぱミシャが言うと全然可愛いなっちゃうのはなぜなんだろうっていう。なんでですかね。絵がもう可愛いからすごい。ノーマ戻っていらっしゃい。遠くへ今。え、どこの星に。みんなのことを周りから見てたよ今。待って。ゆうちゃんお母さんみたい。ね。うん、そうだね。大丈夫、現場でもうゆかなさんすでにみんなのお母さん。お母さんとか言われて。すんごいお母さんキャラだと思うね。ニーズマだ。うん。なんでニーズマ。今それ妻じゃん。お母さん。あれ。妻じゃん。間違えた。悩みを聞いてね。ね。はいはい。よしよし。わかったわかった。みたいなね。ね。そうそう。いいね。なんでこれに惹かれないんだろう、大ちゃんって感じ。ああ。おまけだから。分かっちゃったよ。そうか。なんとか道、陰陽道。ね、東北自動車道とかそうか。すいません、ごめんなさい。面白い。でも子供ちゃんも分かるね。ちょっと感じるみたいですがね。シアさんには感じてない。でもね、初めは少し感じてたんですけど、ね、もう自分はこうあんまりお母さんがいて育ったことがないから、惹かれますよね、やっぱり。待って。早く
かった今。ミシャと今はミシャと同体だったね。引退感じてた。ミシャとシアとこう惹かれてるものが違う感じがしますよね。魅力がこう自分の中でこう揺れてるところが彼なりに。もうこれは言い訳にしか聞かない。なんか浮気男の言い訳みたいな。